先日ある展示会が開催されました。私は水彩画と似顔絵で、出展いたしました。今回はそれを紹介いたします。どうもこんにちは、ムッチーです。今日はですね、三重県のクリエイターたちが集まって、展示会をやっています。私も参加しています。それを紹介いたします。はい。会場はこんな風な昔の酒蔵ですね。酒蔵を改造してギャラリーにしているところがあります。三重県津市被災のアブショーホールと言います。油が正しいと書いてアブショーって言うんですけども、はい、そこで作り人展というものです。では中に入ってみましょう。会場は今見えているこの部屋とその奥にも広い部屋があります。2つの部屋が会場になっています。このように初夏の書道アーティストの作品とか、革細工のアーティストの作品、木工細工のアーティストの作品、可愛いイラストの作家の作品、ジュエリーアーティストの作品、その他、たくさんのアーティストの作品があるんですけども、はい、ここが私のブースです。このように似顔絵とかいつも水彩画を展示しています。はい、これだけの点数を展示しています。具体的に見ていきましょう。この作品は、YouTube のナンバー64でアップしているんですね。これは制作過程動画ないですけど、ちらっと YouTube で見せたことがありますね。はい、これはですね、最近の作品ですね。シリーズ68番にアップしたものですね。これは YouTube では見せていないですけども、スケッチ会で生徒さんが持ってきてくれた素材をもとに描いたものですね。でこちらは F55 の大作なんですけど、横浜の夜景を描きました。はい、この作品も YouTube でアップしてますね。制作過程動画シリーズの59番の作品です。プロフィールですね。そして名刺です。はい、似顔絵こんな感じで、菅官房長官の令和の、有名な場面ですね。はい、こちらも旬の方々ですね。小泉進次郎さんと滝川クリステルさんです。こちらも旬の方々ですね。りんごちゃんと渋野日向子さん、そして吉木とトシ、こちらは感想ノートですね。いろんな感想を書いていただいております。私のね、鉛筆でのこうデッサン作品、まだ下書きの段階のような作品たちもこのように公開して見ていただけるようにしています。関根勤さんとかいろいろ見てお分かりですね。はい、見てお分かりの方々です。具志堅さんとか、結構ねこれ早く描いてますよ。一人当たりね10分ぐらいでね、似顔絵教室の時に生徒さんの前で描いているんですけど、これはそれらにちょっと
筆ペンに入れて、色をつけています、はい、まあこんな感じということでね、プレバトのあの人たち、オリエンタルラジオ、ああいった感じで、宮崎駿さん、ピコ太郎さんなどなど、有村架純さん、星野源さんなどなど、まあこんな感じでですね、大盛況のうちに、この展示会は終わりました。毎年開催していますので、ね、また来年も非常に楽しみです。はい、あとですね、こういう作品も出展しました。ちょっと現場で撮れなかったので今、自宅で撮ってるんですけども、こんな、立体作品ですね。これはですね、こう水に泳いでいる鯉ですね、立体的に見えるようにですね、作ってみたんですね。こういうね、みんなで集うというテーマで作品を作る、作品を持ち寄って展示するっていうコーナーがあるんですけども、そこに出したんですね。で、展示会のもう3日前ぐらいまで何もアイデアが浮かばなくてですね、どうしようかどうしようかってもう、ギブアップしようかと思っていた時に、ふっとまあこういうのが思いつきましてですね、こんな感じ。はい。でですね、これ全部100均で買ってきたもんですけどね、100均で買ってきたブリキのザルですね。これブリキが見えてますけど、こういうものにですね、これはなんかこう苔みたいなこういう紙が売ってたので周りに貼りましてですね、そしてアクリル板をですね、こう丸く切り抜いて置いているだけなんですね。で、一番下にこれ、そこもこれ水彩画で描いてるんですけども、こういうふうに水彩画を描きまして、一番底に敷きまして、その上にちょっと浮かせてアクリル板を置いて、そしてこの鯉を置いてるんですね。はい。そしてもう一枚上にまたアクリル板を置いて鯉を置いてると、こういうふうに階層を作って置いてるんですね。で、これこのモミジは一番上に置いてあるだけなんですけどね、こんな感じで、あ、面白いなと思って、悩んだ回があったなという感じで、これをもっと何階層もこう積み上げていけばもっともっと複雑なことができるなと思ってですね、今後こういう世界にも挑戦していこうかなと思っています。ということで、水彩画の立体作品でした。はい、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。この水彩画制作過程動画の全シリーズを一目でご覧いただけるサイトを作りましたので、この画面下の解説欄にあります URL をクリックしてみてください。第1回目から今回までのすべての動画が一目でわかるようにしてありますので、見たい動画を速攻でご覧いただけますので、どうぞご覧ください。また、無料で学べる水彩画8日間集中講座というのもやっております。これも画面下の URL からどうぞご覧になってみてください。そして、チャンネル登録の方もよろしかったらぜひお願いいたします。